平日でこの時間帯はみんなお仕事とかしてる方もいっぱいきっといるのかな。でも見てくれてる方もたくさんいますね。嬉しい。春休みか、春休みだ、そうだそうだ。いいですね。みんな何するんですか、春休みは。なんか旅行とか行くんですか。私はですね、さっきは打ち合わせをしてきました。工事中の、なのでまた工事中見逃さず見てください。はい、そう、髪の毛、あ、そうそうそう、いっぱいみんな突っ込んでくる。後で話しますね。ありがとうありがとう。あ、そう、昨日もね、猫舌ショールームあったのでね、見てくれてありがとうございます。そうそうそう、みんなもう言ってるね、シャボン玉ね。そう、昨日のショールームでそのキャプテンからの宿題を知ったんですけど、シャボン玉私知らなかったんですよ、曲を。で、ってみんな言ったじゃない、そこで。したらその野行日のスタッフさんもシャボン玉の曲知らなくて、だからなんか良かったと思って、私だけじゃないんだと思って。そうだから、まあ、もう一回早速もう行ってみます。早い、宿題行ってみようか。さあ、リカちゃんの、はいはい、マーヤへシャボン玉を元気よく歌ってみてくださいっていう。え、どうする、知らないから作曲してみる。ねえ、ね、では人生初めてのシャボン玉作曲しました。和田まーや聴いてください、シャボン玉。ふわふわの泡みたいなまん丸いシャボン玉をパクッパクッと歌うたら苦かったカットじゃあこれは、これを見てる人だけの内緒ね。もうこれは恥ずかしい、あかんあかんって言ってるみんなあかんですねシャボン玉食べたことあるね、シャボン玉ちっちゃい頃食べなかった。嘘、食べてない。なんか食べたくなんない、あー待って待ってってやってたんだけど、ちっちゃい頃。でもいい子の皆さんは食べちゃダメですよあ、いた、食べてる人ね、お揃いです、嬉しい、食べた人いたんだね。え、でも知ってるもの、みんな。シャボン玉って曲はどういう曲。なんかその一回だけ聞いたのね、一応。それは全然知らなかったんだけど、なんかめっちゃ悲しい曲、悲しくない歌詞、なんか悲しかったよね。そう、なんか曲調のメロディーはすごい、こう明るめっていうのかな、だあれだったけど、歌詞がなんか切なくて切なくて覚えられなかったので、作詞を、作詞をしましたね。そう、壊れて消えて消えたっていうのかな。そうそうそうね、怖いよね。さあさあさあ、続いて、続いて、もうなんかまだ早いかな、いいか。さて次は乃木恋企画。あ、大歓声が聞こえるさあ、さて次は乃木坂46が登場するスマホアプリ乃木恋の特別企画をやりたいと思います。乃木恋とは乃木坂46メンバーと本気で恋する恋愛シミュレーションゲームです。今年の2月には累計利用者数が600万人を突破いたしました。すごい、600万人。その乃木恋で1月から2月に行った第14回彼氏イベントで、見事私の彼氏になった人たちに向けて、今から私が乃木恋の中でリアルにメッセージを送りたいと思います。私のメッセージに対して返信はできないので注意してくださいね。あと、これは乃木恋で私の彼氏になった人たち限定のため、内容はみんなに見せることはできないです。ソーリー今これを見ている彼氏のみんなも、内容はコメントしないで、自分の中だけで私からのリアルなメッセージを楽しんでください。
では今から私から彼氏に送りたいと思います。なんて送ろうかな。ではこれから送ります。楽しい。いっぱい送っちゃおう。どうしよう、間違えた。恥ずかしい。間違えた。いやー、てれてれ。はい、送りました。いっぱい送っちゃった。届いたかな。届いた。さあ、彼氏に送信いたしましたので見てください。見たかな。照れますね。じゃあ、そう、みんなもう言ってくれてるけど、そう、期間限定でね、髪の毛ロングなんですよ。そうです。なんかそう、地毛もね、だいぶ伸びてきてね、これが地毛なの。恥ずかしい。そうね、これはエクステです。そう、長いんです。ね、でもね、もうそろそろこの髪はお別れかな。ありがとう、みんないっぱい可愛いって言ってくれて嬉しい。褒め上手ですね。そう、大人っぽくなりたいのだから、ありがとう。そうそうそう、純奈もね、エクステつけてるね。みんな最近流行ってんのかな。そう、このパーカーも、そう、見える、見えるかな。そうです、大体全部店のパーカーです。そう、今ちょっと T シャツの上に着てるから、そう、さっき届いて、今急遽もう急いで上から着ちゃったんですけど、いいね、これ。なんかモコモコなの、素材が可愛く、可愛い、モコモコであったかくて。そうです、これ1枚で、本当はね、今日の天気なんてこの1枚で十分だから。そう、可愛くない、このロゴ。ちゃんと N46 の後なんて書いてんだろう、よくわかんない。何、ちょっと解読してみんな。そう、この T シャツも先ほどいただいて、なので着ようかなと思って、ちょっととりあえず今日はね、寒いから、これにしました。ね、みんな持ってる？アートワークか、アートワークス？アートワークスって書いてるのかな？そうです。そうよ、みんなね、最近ね、着てる方よく握手会とかでも見る。そう。黒ね、黒もね、いいよね。黒持ってる人とか、黒着て。そう、黒と迷ったのよ。でもさ、自分の持ってるパーカー黒が多かったから、まあ白、時期的にもこれから春になるし、春だしと思って白にしました。はい、あ、みんな持ってるね。そうです、暖かいですよ、とても。パーカーね、いいよね、これね。ここ、あ、髪の毛長くてなんかすごい怖いことになっちゃった。このサイズなんだろう、どこで見るんだかね。みんなサイズ聞いてくれてるけど、どこに書いてんだろう。 T シャツ着てるから大丈夫。
これどこに書いてんだろう。わからないけど M とかかな確か。ちょっと後でね、ちょっと755とかに書いてみます。ちょっと今わからない、脱がないとわからないので。はい、首襟に書いてんのかな。でも見えないや、ちょっと後で書きます。首か、横にあるのかと思った。ドイツから見てる方もいるんですね。すごい。本当？本当に？嘘ついてる？すごいよ、ドイツだったら。で、なになに？ありがとう。え？バイク？バイクかっこいいよね。でもね、怖いよね。ドイツは夜なの？じゃあ本当だ。火星から見てます？わかりやすい嘘。あ、お花見行ってないのよ。行きました？みんな。もうでも行かなきゃ。ちっちゃいますもんね。そう、なんか車の移動中とかの車車内から見たりして、あ、綺麗だなって思って。さっきもね歩いてて。見ました。もう終わりかなって言いながらマネージャーさんと歩いてきたんですけど、ね、すごい綺麗だよね。いや、お花ってね、いいよね。儚いし綺麗だし。そっか、あ、花粉症でいけないんだってこと。皆さん花粉症って言ってる。辛いですよね、花粉症ね。私は花粉症じゃないんですけど、とても鼻声です。聞きにくかったらごめんね。ねえ、花粉症の人はきついね。え、東北とか上の方はまだ咲いてないかもって。そうなの？寒いから？そういうことか。じゃあお花見見逃しちゃった方は東北に行ってね、お花見したらまだ見られるかもしれません。まだ咲いてない、咲いてないんだ。雪降ってるの？寒いね。そうね、令和になったよね。発音は結局レーがアクセント強めかな。ね、かっこよくない？いやー、かっこいいな。いいよね、令和元年とか言いたいけど平成なので言えませんね。ね、表記は R なんですもんね。確かに、そう、和田の和、令和。そうね、すごいですよね。カズレーザーさんも逆から読んだら自分の名前って。なんか、あの、今キャンペーンやってるところが多くて、なんだっけ、自分の名前が一文字でも入ってたらなんか、なんだっけ、お得になるよとかやってるんですよね、確か。だから和田の和入ってるから、なんかどっか行かなきゃ。なんか読売ランドも今やって、確か入場 無料だっけ、なんか書いてた気がする。違ったっけな。そうだから、そう、行きたいよね。なんかそういう、え、嘘なの？755に書いてあったんだけど、コメントに。あれ嘘？え、何？みんな騙して、え、何が本当や何が嘘か分かんないよ、みんな。そんなこと言ったら本当？あ、本当だって、よかった。怖いわ。あ、ニュースでもやってる？見なきゃ。そう、もうすぐ誕生日です、私も。そう、ありがとう、みんな。なんか嬉しいよね、誕生日覚えてくれてるなんてね。感謝。そう、4月23日平成最後の誕生日を迎えます。ドキドキ。なんかその19歳から20歳になる時ってもう確かに、あ、20歳なんだって思ったけど、その20から21になる時の方が、え、
21ってなりました。あ、なりますか。まだ迎えてないけど、21っていう気持ちです。そうそうなの。そしたらさんと一緒なんですよ。誕生日も星座も、星座、それそうか、血液型もしたらさんと一緒で嬉しいです。さあさあ、そんな雑談をしつつ続いて何話そうか。新生活応援企画したいと思います。乃木曜日の視聴者の中には4月から仕事や学校など新生活が始まる人も多いと思います。そこで今週は新生活応援企画をやります。新生活が始まる皆さんへのエールをフリップに書いて発表し、トークをしながら新生活を応援したいと思います。そっか、新生活ってな、なんか不安もあるけどちょっと楽しみっていう気持ちもあったりするよね、きっとね。だって新生活、そうね、私が地元広島なんですけど、一人で上京してきた時とかは、そのもう全部が新生活すぎて、一人で出てくるのもそうだし、学校も転校するのも、なんか誰も知らないとこに行くっていうのもなんか不安でいっぱいだったけど、その何、活動が楽しみっていう、なんていうの、いろんな入り混じった気持ちがあったのをなんか思い出しますね。さあ、なん、どうしましょうね。エール、いやー、どうですか皆さん。そっか、あ、クラス替えとかね、あるんだね。仲いい子と一緒になりたいよね、そこら辺はね。そうですよ、13歳がもう21になろうとしてます。早いね。どうしよう、応援何にしよっかな。え、これはエールを書けばいいんですよね。ちょっと漢字がわからないちょっとどうしよう、合ってるかな、合ってるはず。あ、いけた。できた。はい、私が考えたのはこちらです。一生懸命前向きにです。なんか一生懸命な人はきっと、あの、本当に努力は報く、必ず報われるっていう言葉あるけど、本当に何だろう、一生懸命してたら本当に結果はついてくると思うし、その前向きにね、頑張ってたらきっと、あの、ね、落ち込むこともあると思うけど、ね、ポジティブに一生懸命頑張ってください。え、あ、少し合ってるよね、合ってますよね、合ってるよね、合ってるか。あ、糸？惜しい！めちゃめちゃ惜しい。なんかこっち側難しい。あれ？こんなだっけ？合ってないか。こうか。間違えちゃった。なんかここだけなかったイメージがあるんだけど。変な間違いだったわ。笑顔で皆さん、何事も失敗は成功のもとなので。ね、頑張ってください。さあさあ、続いて。乃木曜日選手権、あー張り切りすぎちゃって全部落としちゃった。はい、ですね、こ
ここで今週の配信メンバーで競う乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技は早く噛まれようです。おなじみのワニワニパニックをやります。週の中で最も早く、つまり最も少ない回数でワニに噛まれたメンバーへのご褒美は焼肉お食事券です。火曜から金曜、現在の1位はちまかな、樋口ひなが今のところ1位だそうです。では早速いきますか。1個ずつワニの歯を押していく。絡まれるまで繰り返し、噛まれたら終了で、何本噛まれたか数える。ではいきたいと思う。このワニワニパニックさ、歯白くない？なんか普通のワニワニより白いよね。そんなことない？じゃあではいきたいと思います。ドキドキの1個目、ここにしてみようかな。あ、では2本目。あ、やばい。3本目。どうしよう。4本目いくね。あ、よ、痛いけど嬉しい。4本だって。ワニワニパニック。あ、現在嬉しい。ではここに書かなきゃ。見て見て、みんなめっちゃしょぼいの。ダサくない？78でいい。ちょっと後でチマにも会うし自慢してこよう。もうチマの焼肉券は私がゲットしましたってキャッキャッキャッ。ここに私の名前書いて4本ですよね。和田まーやです。めっちゃ嬉しい。明日の人がね、どんくらいの数。4回。では記入させていただきました。ではじゃあ明日のメンバーも発表しちゃいますね。明日のメンバーはなんとれんかちゃんです。岩本れんかが明日やります。さあ、れんかに宿題を出さなきゃいけないので、ん、何にしますね、どうしよう、宿題。どうする、何してほしい。私前回みんなに何言ったっけな、なんだっけ。レンカは今年高校生になるんだっけ。高校生だから、じゃああ、間違えちゃった。ありがとうございます。あ、漢字が違う。ちょっと待って、急がなきゃね。
間違えちゃった。待ってね、みんな、この無言な時間を。はい、できました。レンカちゃんがね、今年女子高生になるということで、レンカへ、レンちゃんの使ってみたい JK 言葉はっていうのが宿題、これ宿題でいいんだよね。そう、レンカちゃんの使ってみたい JK 言葉をここで発表して、ちょっとね、もしできたらそのなんていうの、例文みたいななんかね、発表してもらいたいなと思います。嬉しい。何だろうね、何が流行ってんだろうね、 JK 言葉ってね。で、嬉しい、1万人以上の方もね見てくれてて、こんな言ったりした。タピールとかね、そう、まあ、タピールはね、アヤティとあとレノという、仕事終わりに3人でタピオカ飲み行こうよって言って、タピオカ屋さんに行ったら、なんか2人が急にタピロタピロみたいな言ってて、今日はタピルよって言ってて、えタピルって知らなかったから、ちょっとね、流行ってんだね。そうだよそうだよ。でもさ、 JK って言ってもレノはマーヤの2個下とかかな、でアヤティはマーヤの3つ上とかか。あ、とか別に JK、 あ、何、私が年ってこと、ごめん、一人で喋って一人でなんかごめんごめん、まあそんなちょっとグダグダっとしたんですけど、あのもう時間も時間ですもんね。あと2分くらい、あと2分くらいだね。何話す？ JK 言葉ね、なんか何使う？でもなんか受けピーマンナスビって流行ってたな、なんかメンバーで、なんか受けピーマンナスビって言ってた、なんかなんだっけ、カニ、なんだっけ、なんだっけ、なんかすごい、ね、言ってたのよ、なんかなんだっけ、そう、チューリップがね、言い始めるんだよね。そう、ギャルいよ、ギャル、売れピーマンナスビと知ってる？なんかワロタンバリンとか言う人いるらしいよ、なんか見てたら YouTube ね、ね、ほら、いや、ワロタンバリンってって思うねでもそんなん言ったらウケピーマン出すみてって思うよねね、カニ、え、なんだっけ、なんかカニカニクリームコロ、カニクリームコロッケみたいな、なんかメンバーでよく言ってたんだけどな、何カニクリームだったっけな、忘れちゃった。なんかね、結構ね、あ、2018年 JK 語1位はマジマンジらしいですよマジマンジ、マンジってね、マジマンジだって使う？マンジは前使わなかったな、なんかいろいろマーヤ語はあるけどマンジ使わなかった。そう、あ、結構みんな使うんだ。あ、確かにカニカニカニクリームコロッケだみんなありがとう、何知ってくれてるの。そう、なんか何かあることに、あ、確かにカニカニカニクリームコロッケっていうのがうちら言ってたんだけど、いや長いよね、考えたらね。そうなんですよ、確かにカニカニカニクリームコロッケ。じゃあそろそろ終わりますか。あ、そうだ、木曜日、木曜日終わりの時間です、無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信予定です。そちらもぜひチェックしてみてください、それでは今週のお相手は和田まやでした。みんなありがとね、バイバーイ、 Thank you。 あ、あれ